織田信長が掲げた天下布武にちなみ、富が舞い込むようにと願いを込め名付けられた岐阜県産のブランド柿、天下布武。通常の柿は甘さを示す糖度が16度から18度ほどですが、天下布武の糖度は平均で20度以上と極めて高いのが特徴です。今日、愛知県豊山町の北部市場で行われた初競りでは、天下布武の中でも糖度が25度を超える甘さと300グラム以上の重さを兼ね備え、さらに造形にも優れた最高ランクの天下人が去年の初競りと同じ額となる2個100万円という高値で競り落とされました。ホッとしてます。なかなか25度っていうのは出ないと思うので、なんとかできたことも喜んでます。競り落とされた天下人は今日から名古屋市西区のスーパーバロー中尾台店で販売されます。